超いい感じ、超いい感じ。こんにちは、蝶々と結婚した男蝶太郎です。はい、ということで今日も大好きな蝶々のお話やっていこうと思います。今日やっていくのは蝶々に超おすすめの虫かご選定第3弾です。パチ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 。ということで蝶々に超おすすめの虫かごをまた新たに見つけたんで、そちらご紹介させていただこうと思うんで、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。じゃあ行きますよ、レッツチョー。はい、ということでここでお知らせです。なんとこちらオンラインショップベースさんで蝶太郎靴が買えます。もうこだわりの標本キットですよ。標本がこれで完成するよっていうキットだったり、いろんな蝶太郎グッズがあるんで、ぜひぜひ概要欄にリンク貼ってるんで、そちらからベースさんの蝶太郎オンラインストア見てくださいね。はい、ということで引き続き蝶々の動画をご覧ください。はい、まずはこちら第1弾虫かご選定動画撮りました。だいぶ前ですね、これ。これはね、いっぱいもういろんな虫かごを紹介した動画になっています。結構不満も言ってるかもしれないけど、はい。こちらも合わせて見ていただけたらなと思います。そして第2弾もやりました。第2弾は、こちら。そうです。100円均一、100均の虫かごっていうのを紹介させてもらいました。それが、これですね。この2つをね、主に紹介させていただきました。こちらは、セリアさんで売っている虫かごですね。折りたたみ式で超便利ですよっていうことでした。で、こちら、ダイソーさんで100均なんだけど、まあ200円ですけど、超便利、折りたためで持ち運び便利っていうことで、紹介させてもらいました。詳しくはその前回の動画をご覧ください。ということで、このね、紹介をしたんですけど、さらに、また新たに超おすすめの虫かごが見つかったんで、今回ご紹介させていただきます。さあ、行きますよ。早速行きます。今回はね、4つ紹介させてもらいますからね。はい、じゃあ行きましょう。まず一つ目です。一つ目は、こちらでーす。なんだよ、ぺっちゃんこじゃねえかって思ったかもしれないですけど、ね、百均さんのこの折りたたみについて、こちらもそうなんです。折りたたみ式なんです。パカッ、こんなようにパカッと開く。持ち運び便利な虫かごになってまーす。いや、これがね、素晴らしいんですよ。まず外見ですけど、これね、一つここ一面がこの、透明になってます。透明になってんで、こうやって昆虫観察しやすいようにしてくださっている。さらに他の面はこのメッシュになってるっていうことで、風通しもいいですし、蝶々ってやっぱりツルツル滑ってプラスチックとかってこうね、捕まりにくかったりするんですよ。ツルツルって。それに対してこれはメッシュなんでどこでも捕まれます。まあここちょっとあんまり捕まりにくいかもしれないけど、いろんなとこ捕まることができるっていうのも、これいいところです。だからこれの進化系ですね。大きいバージョンなんで。なので、これ、まず大きさですけど、大きさはこれは30センチ、横30センチ、縦30センチ、奥行き30センチ、30×30×30 になってます。いいサイズだと思いますね。で、これ持つとこもついてますね。ちょうどいいサイズだと思います。というのは、昆虫観察、昆虫採集に持っていくのにもいいと思います。ね、こうやって折りたためるんで、大きいリュックサックの方だったら入ると思いますし、まあ、ここにこれがついてるんで、紐なんかこうやってね、別でつけて、こう、ぶら下げても、リュックにぶら下げてもいいですし、そういう風にこうやって持ち運びできます。で、風通しがいいので、虫が傷みにくいと思います。風通しが悪くなかったらね、熱々になったってダメになっちゃうパターンがあるんで、これは結構風通しがいいので、ここにこう、蝶々を入れて、持ち運びもできるということです。そしてですよ、ね、こんなに30センチっていう大きさになったら、もう一つの使い方があります。それは、飼育です。そうです。蝶々の飼育、育てる時に使えるんです。よく皆さんがね、まず一番最初に飼育されるのは、アゲハチョウ。アゲハチョウの飼育される方がね、多いと思います。そんな時は、こちら。これも100均で買った瓶なんですけど、こういう瓶に、ちょっとね、ごめんなさいね。みかんの葉っぱがないんですけど、例えばですよ。例えば、こういうね、これみかんと思ってください。こういうのをこうやって入れますよね。で、ここに入れて、こう入れて、飼育する。じゃあ、ここで見やすいですかね。こうやって、家で、お家で、飼育するのにも、超便利になってます。ね、こうやって、蓋もこうやって開くようになってるんでね。取り外し便利なんで。で、こっち、うんちがちょっとね、いっぱい落ちちゃうときは、こういうキッチンペーパーを引いといて、
こうやって瓶に水入れて、こうやってみかん入れて、ここで幼虫を飼育するっていう飼育ケースとしてもこれは使えると思います。なので昆虫採集に持ち運びも便利だし、飼育ケースとしても使いやすいです。で、何よりいいポイントが、まあ、アゲハチョウとかっていうのは、あのサナギがこちら、あの太陽型って言って、こうやって帯でこうやってぶら下がってます、ぶら下がってます。そういう場合のサナギって、まあ、あの正直ね、糸が取れても大丈夫です。取れてしまって寝かしてても大丈夫なんですけど、ポイントはあのサナギから蝶が、成虫が出てきた時に何かに捕まって羽を伸ばせるっていうのがポイントなんですよ。なのでよく割り箸ね、プラスチックの虫かごに割り箸を入れて、で、あの割り箸にこうやってぶら下げるように、あの斜めに、斜めの木に蝶がぶら下がって羽を伸ばすっていう風にされている方もいます。これはそれがいらないんです。あのアゲハチョウのサナギはこのキッチンペーパーを下に引いといて横に寝かしてても全然いいんです。寝かしててそこから蝶が出てくる、ここメッシュ、どこでも掴まれる、ここで羽を伸ばす、横のこの面で羽を伸ばすことができるんで、割り箸などを入れなくてもここにサナギをちょっと寝かして置いといても、ちゃんとここで羽が綺麗に伸びることができます。なのでアゲハチョウとかね、そういう太陽型、水曜型はぶら下げた方がいいんで、そういう時はここにちょっと貼り付けるとかしといた方がいいんですけどね。はい、なのでこのメッシュというのはそういう飼育に本当に特化したいいポイントになってます。まずこれが一つ目です。あ、でこれちょっとね、まあ一つずつちょっとお値段もね発表していきましょう。なんかちょっと通信販売みたいな、あのこれ案件ではありません、勝手にやってます、勝手にベラベラ言ってるんで、あの参考までにしてくださいね。はい、ということでこちら、あ、今回しね、全てインターネットで買いました。僕はアマゾンさんで購入させていただいたものです。これはね、なんとね、これが同じものが2つ付いてました。2つ付きで2680円です。なので1つ実質まあ1340円ってことで、ちょっと高いじゃんって思うかもしれないけど、めちゃくちゃ便利なんで、飼育にも使える、昆虫のこの採取に持っていくのもできる、で、あのプラスチックのやつってよく虫かご、虫取り持っていったら蓋も取れやすくて、落としてしまって虫逃がす、割れるっていうことになります。これ割れないです、割れないし、持ち運びも便利、飼育にもね、どっちも使えるってことなので、ちょっと高いかもしれないけど、持っとくのと非常にいいと思います。これが一つ目でした。はい、じゃあ二つ目いきましょう。二つ目の虫かごはじゃーん、こちらです。またまた折りたたんでますね。そうです、これも折りたたみ式、じゃん、これもちょっと大きくなった虫かごです。これね、まあ先に行きましょう。大きさ、これは縦60センチ、横60センチ、この奥行きも縦60センチ、40センチ、40センチです。奥行きと横40センチ、なのでこっちよりね、だいぶこの倍ぐらいあって、ちょっと大きめになってます。で、これは下がちょっとこう黒くなってます。で、一面が透明になってて、あと全部メッシュになってるってことで、おそらく、まあ、縦に使うようでいいですよ、にいいですよってことなんだと思います。なのでさっきのこれだとね、こういう風に植物を入れた時に植物が当たっちゃうんですよ、天井にね、これ低かったら。そういう時はこのちょっと長いやつだと、こう入れても当たらなく飼育できるんで、ちょっとたくさん木葉っぱを入れたりして飼育するっていう時にはこれが便利です。で、これはちょっと持ち運びにはちょっとね、大きすぎるかもしれないですけど、僕、これ使ってんの皆さん、ご存知な方おられるんですか？そうです。こちらです。生き物レンジャー、平城宮跡生き物レンジャーっていうところでこれ毎回僕使ってるんです、実は。というように、大人数のイベントの時はこういうでっかいのにみんなで入れて、ここでこうやってみんなで覗いて観察して、いつもやってます、平城宮跡で。平城宮跡は生き物レンジャーは、あの特別な許可を取って観察してるんで、ちゃんと観察した後蝶々逃がしてます。そんな時にこうやって蓋を開けて、バイバーイ、みんな全然頑張ってねっていう風にやってるというわけなんです。なので、まあまあちょっとね、いっぱい捕まえたいなっていう方には、まあ昆虫に差し持って行ってもいいんですけど、ちょっと大きめになってるんで、まあお父さんお母さんに持ってもらわないといけないかもしれないっていうのはあります。でもこちらも飼育にも使えるし、昆虫採取に持って行っても使えるっていうことになってます。まあまあいいですね。はい、いい感じです。あんで、これは、60cm×40cm×40cm×で、これ一つお値段が1499円です。
まあ、1500円ってことですね。まあまあ、まあ、いや、いいお値段。まあまあ、割に合ったお値段じゃないでしょうか。はい。じゃあ続いていきましょう。三つ行きましょう。三つ目。三つ目の虫かごは、ズズズズズズダーンさらになんかでっかくなりました。そうです。これも同じく折りたたみ式で、こんなに、こんなに大きいんでーす。大きいからちょっと気になるサイズからいきましょう。これ、高さ90センチです。90センチ×60センチ横、奥行きも60センチという超巨大になってます。まあ、なかなかこれはちょっとね、使い勝手がね、良くないかもしれないです。まあ、これは、本当に蝶々の研究とかしたい子たちは、こんな、やっぱり広いと、蝶々がやっぱり飛び回れるんで、行動とかもちょっと若干見れたりもするんで、そういう時のおすすめです。これはね、ちょっと持ち運びはちょっとでかすぎて邪魔になるんで、ちょっと昆虫採集に持っていくっていうのにはちょっとね、使うことはないかもしれないです。なんか研究とか飼育にいっぱい飼育するよって方とか、ちょっと蝶々やっぱり広いところで飛ばしてあげたいっていうところ時にはこれがおすすめです。で、さっきも僕平城宮跡生き物レンジャーで使ってますけど、こちらも、もし大人数の昆虫観察会とかするときにはこれを持って行ったら、子供たちこうやってね、みんなでこうやってみんなで一緒に観察して、最後こうやってね、で同じになってるんでね、蓋はこうやって蓋が開いてみんなで逃がせるっていう風になってるんで、まあ大きめのイベントのときとかにも使うのもいいかもしれないです。ちょっとでかすぎかもしれません。あんでこれはここ透明で、あと全部最初と同じように全部メッシュになってます。はい。まあまあ、でもこれもね、おすすめです。はい、じゃあ最後です。最後の虫紙紹介しましょう。虫かごですね。最後紹介しましょう。だんだんでっかくなりましたね。次どんなにでっかくなるかと思いきやで、はい、こちら超かわいらしい虫かごが出てきました。これも超おすすめです。またご報告してください。はい。これはね、さっきのとちょっとタイプが違うんですけど、まあ、アーチ状にクリアになってるんで、こうやって観察しやすくなってます。で、持ち運びも結構良さそうです。で、この通気性もね、こっちも良くなってるんで、捕まるのもできます。で、下ね、下はこう、底がこうなってるんで、やっぱりこれも、まあ、飼育ケースと、育てる飼育ケースとしても使えるし、昆虫観察に持っていけるってことです。あ、そうだ、これね、これは20センチ×20センチ×20センチ、20センチ四方になってます。こっちが30センチ四方なんで、10センチ小さいタイプっていう感じですね。まあ、ちょっと可愛くて、観察重視っていう感じがしますね。こっちはね、一面だけなんでね、こう見れるのが。こっちはもういろんなところこうやって見れるんで、観察重視かもしれない。で、こちらもさっきと同様で折りたため式になってます。このように、こうして、ぎゅーっとすると、こんな感じで、こんな感じで持ち運びが超便利、こんなコンパクトになるタイプになってます。ね、これ一直線なんで、これも結構、便利ですよ。こう、これもキュッ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 ってやっていくだけで、組み立ても超簡単になってます。で、20センチ×20センチ×20センチで、こちらは1344円です。で、こっちが1個、まあ、2ついたから1個で言ったら1340円だから、まあ、同じような値段ですね。同じような値段です。さあ、皆さんはどの虫かごがいいでしょうか。たくさん紹介してきました。いかがでしょうか。もう一度ちょっと改めて最後にね、ちょっと紹介しましょう。一つ目、こちら。30センチ×30センチ×30センチ。で、二つ入りで2680円でした。はい。これはね、一つが、透明になってて、あとメッシュっていうタイプです。そして二つ目はこちら。こちらは60センチ、40センチ、40センチで1499円、一つ1499円で、底は黒くて一つが透明で、あとメッシュっていうタイプでした。はい。で、こちらは超巨大、90センチ×60センチ×60センチ、一つ2600円です。さっき値段言うの忘れたから、もしかしたら2600円になってます。まあまあちょっと高めになってますけどね。まあ、これもいいです。で、こちらは20センチ×20センチ×20センチで1344円ということでした。はい。ということでね、やっぱりこれが優秀でしょ。
200円ですからね、でもこれが。こんな大きさ、こんな感じで。まあ200円ですけど、やっぱりこの透明感があるとか、いうこのね、やっぱり可愛さっていうので、ちょっとだいぶプラスアルファな値段高いですけど、だからこそ僕は必ず僕リュックサックにこれ1個入れてます。あの虫かごとかってよく忘れがちなんでね、それに対してこれはこんなコンパクトになって、虫かごあのリュックサックに1個必ずだから忘れずに入れといて、何個か僕買ってるんで、これ1個は必ず入れるようにします。何がどこで取れるか分かんないんで、その時にこういう風にね、あの便利なんで、200円のこれか、もしくはこの100均のこれを1つリュックに1人入れとくっていうのをおすすめです。でもうちょっとやっぱこうね、ちゃんと飼育したいなとか観察したいなっていう時には、この今回紹介しましたこの2つですね、この2つがやっぱり便利かなと思います。でもうちょっとやってみたいなって、ちょっとでっかめに進むっていう感じで、とりあえずこの2つどっちかがいいんじゃないかなと思います。皆さんお好みの虫かごを選んでください。そしてもう一度改めて言います、こちら案件ではありません。案件っていうのはあのこの作ってる人に紹介してねって言われたわけじゃなくて、僕勝手に紹介なんで、僕の独自な意見なんで、参考までにしてくださいね、皆さん参考までにしていただいたらなと思います。でも蝶々の飼育、蝶々の観察には蝶々本当におすすめになってるんで、ぜひぜひどれか一つ、一度試していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回興奮しすぎ忘れました、全部僕はアマゾンさんで買いました。アマゾンさんで昆虫飼育ケース間開けて折りたたみって入れたらもう全部出てきます。他も出てきます、いろんな。これの1000円タイプもあったんじゃないかな、何が違うのか分かんないけど、これで1300円とかのもあったかもしれないけど、これは200円でいいですよ、これは200円ので絶対いいですよ。はい、ということで、ネットでね、ネットでアマゾンさん通信販売で、昆虫飼育ケーススラッシュ間開けて、折りたたみと入れたら、いろんな虫かごサイズもちゃんと出てくるんで、間違わないようにね、あの写真で同じように見えるんで、サイズも確認して、値段確認してご購入してみてください。はい、ということで今回は蝶々に超おすすめの虫かご紹介動画第3弾ということでお送りさせていただきました。はい、ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら、蝶なら、蝶なら。